はい、どうも皆さん、マスオディビですということでね、あれチャンネル間違えたかなって思われた方もいると思いますが、大丈夫、安心してください。はい、グレタマキン TV です。はい、ということでですね、皆さん、重大発表があります。ちょっと皆さんにね、お伝えするのをですね、遅れてしまいました。申し訳ございません。私、ハイグレタマオは、ホラフキンさんの人狼というですね、企画のレギュラーにさせていただきました。ありがとうございます。ということでですね、ホラフキンさんでのね、チャンネルの、大人気企画のね、人狼のレギュラーにさせていただきました。本当にですね、本当に嬉しい。でね、まあ、多分ね、毎回出るっていうわけじゃないんですけども、多分これからですね、何回か出ることになると思います。前まではですね、ちょっとゲストっていうことで、出させていただいたんですけども、今度からは、レギュラーとして出させていただきます。僕もですね、ホラさんの人狼のね、動画はですね、多分前の動画も言ったんですけども、ずっと見てきました。で、今回からはですね、やっぱ、出る側として、人狼に出る側としてですね、やっていきたいと思うんで、ちょっとどんどん、ホラさんの人狼をですね、盛り上げられるような感じで、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね。まだ人狼をですね、ずっと見てきた人たちの中には、僕が出ることに対してですね、ちょっと抵抗がですね、ある人もいるかもしれないんですけども、そういう人にも、楽しんでもらえるように、はい。僕自身もゲームを楽しんでね、やっていきたいので、温かい目でよろしくお願いします。はい、やっぱ人狼メンバーってやっぱりみんなそれぞれキャラがですね、やっぱ濃いし、やっぱ一人一人面白いんですよ。そんなですね、メンバーの人たちに私も追いつけるように頑張りたいと思います。はい、全力でやらせていただきます。やるからにはやっぱり全力で、何事にも全力でっていう感じでやらせていただきます。ということで、こっからは話が変わります。ですね、私がですね、最近見てる YouTuber を紹介しようのコーナーです。ということで、最近ですね、やっぱり僕ですね、 YouTube が大好きで、もう四六時中 YouTube を見てるんですけども、最近見てる人をですね、ご紹介します。それではまず一グループ目はですね、 ST スタジオっていうですね、前ね、まほとさんとコラボしてたんだけど、いや、これはですね、すごいですよ。これもね、なかなかね、すごい、なんか普通の人じゃできないことをですね、やるグループなんですけど、最近面白かったのは、ちょっと今見てるんですけど、もし孫の友達がオナニー中におばあちゃんが部屋に来たらみたいな感じの、これで、やっぱ家族ネタ俺好きなのよ。大好きなの、家族ネタ。で、ワキオっていう人かな、ワキオっていう人が、部屋でね、こう、オナニーをですね、してるわけですよ。実際にじゃなくて、まあ、フェイクでやってるんですけども。で、おばあちゃんですね、そのオナニーしてることをですね、気づかなくて、で、最後ネタバラシした時に、おばあちゃんが言ったのは、おばあちゃんとやるかみたいな。おばあちゃんとセックスするかみたいな。いや、おばあちゃんそんなこと言うんって言って。だいたいね、見た目がね、70歳ぐらいかな。いやー、うちのおばあちゃんとはですね、うちのおばあちゃんもね、同じぐらいの年齢なんだけど、全然ね、元気さが違うよね、やっぱり。いやー、やっぱね、すごいね、こういうなんかノリがいいね、やっぱ家族はですね、本当になんかいて楽しそうですよね。ということでですね、次の YouTuber はですね、やっぱり今人気のね、禁断ボーイズですよね。禁断ボーイズのね、最近のね、企画で好きだったのはですね、やっぱ一番僕で、ね、やっぱりメサイアのね、企画が一番好きなんですけど、いっくんの企画で、横断歩道をですね、取り締まるみたいな。赤信号で渡る人がですね、その横断歩道にはたくさんいるらしくて、それを取り締まるみたいなやつで、ランドセル背負ってた気がするな。ランドセル背負って、で、赤い警棒じゃない、赤いこの蛍光色のそのライトを持って、で、笛、ホイッスルで、ピピピピピってやって、はい、赤信号で当たらないみたいなんですね、企画やってて、あれはですね、衝撃でした。
あんなことする人見たことなかったから、いや見ててすげえ面白かった。あれは本当にね、やっぱ最近ね、キンダーボーイズもですね、私の中に来てますね。やっぱメサイア、まあメサイアめっちゃ人気なんですけど、やっぱ僕もねメサイアのキャラ好きっすね。はい、次次は、あ、最近は、あ、桐崎英二君のほんと最近の動画の、あの彼女ができたってやつ、あれも面白かった。でね、あのか、あのやっぱりね、あの家族にですね、あの信用されてない感じ、彼女連れてきてボロクソに言われてるんですよ。あのお前には彼女ができるはずないみたいな感じに、いや、あんなに否定される人おるかって思って、いや、うちの親でもね、あそこまでは否定しないと思うんだよね、やっぱ。あ、でもね、やっぱですね、やっぱああいうですね、家族もですね、いいっすよね。なんかみんな和気あいあいとしてて見てて楽しかった。でね、あの動画でのね、ポイントは、やっぱ彼女がですね、可愛いってこと。なんか横からですね、横からでしかね、見えなかったかな。でもね、なんかね、守ってあげたくなるような、そんな顔していた。いや、素晴らしかった。あれは可愛いね。いや、でも、絶対年下だからやばい、ね。そんなこと言ったらやばい。本当に変態になっちゃうから。はい、やめましょう。はい、次はですね、やっぱり、ヘキトラハウスのですね、彼女募集オーディションだっけな、確かそういう名前だった気がする。あれも衝撃だよね。いや、あのシリーズ俺大好きなんだけど、全部見てんだけど、中にはですね、イギリスでモデルをやってるっていう人もですね、いて、めっちゃ綺麗なんですよ。で、その人が水着になってこうウォーキングするわけですよ。いや、あれはですね、興奮しました。あの動画めっちゃ何回も見てて、あの人綺麗だなって思って。あとね、相馬さんのね、彼女だっけな、彼女っていう人かな、なんか相馬さんに扮してですね出てきたんですけども、いや、あの人もね、素顔を見るとね、可愛いんだよね。衝撃だったのが、キスしろっつってずっとキスしながらね、相馬さんがそのね、その後のおっぱいずっと触ってるわけですよ。いや、すげえなと思って、やっぱぶっ飛んでるなと思って、やっぱね、俺やっぱね、なんて言うんだ、そう、ぶっ飛んだの見るの好きだね。あとはですね、やっぱり私が最近ですね、ハマっているですね、ワードがあります。それはですね、なんとかしたいと思います。そうです、トミックさんですね。まあ昔から僕知ってるんですけどね、ずーっと見てきたんですけど、やっぱ最近はですね、かなりですね、見ておりますハマっております。結構俺ね、食べ物系の動画を見てから、晩ご飯食うっていうのが日課になってて、もうずーっとそれはですね 2,3 年前からなんだけど、トミックさんのですね、最近はさばきを見て、最後の食べるシーン見てご飯食うみたいな、そういうことも何回かあります。はい、食べる系っつったらやっぱ木下優香さんとかもありますけど、木下優香さんも見ます。あとハイジ、ハイジっていう人知ってますかね。ハイジっていう人もずっと見てる。あの人はね、ほんと2年前のチャンネル登録者5000人ぐらいの時から僕見てます。はい、あとはね、すする TV、 そうだ、すするさん思い出した。すするさんね、いやー、あれすごい、あれもすごいんだよね。あの、やっぱすすってる時のね、やっぱ実況あるじゃないですか、まあ、アフレコなんですけど、あれもですね、毎回違って面白いし、いや、あの動画もちゃんと編集してあるし、本当にあれは、本当見てて楽しいですね。で、あれ、やっぱあれ見た後に、やっぱり、ラーメン食うっていうこともね、何回かある。あれ見た後に、深夜にね、後楽園にラーメン食いに行ったりね。いや、しちゃうわけっすよ。いやーねー、スルジさんねー、いやー、素晴らしいチャンネルってことですよね、それだけ。いやー、体重増えた。体重増えた、最近4キロぐらい増えた気がする。やばいんだよ、もう本当にちょっとダイエットしなきゃな。だからダイエット企画みたいなの、そう、 COD でね、ちょっとなんかダイエットしながらみたいなやるみたいな思いついたんだけど、やっぱりちょっとハードル高いんだよね。前ベルクラさんが確かやってたんだよな、腹筋やりながら、腹筋腕立てか、腕立てやって、ビオスリやるみたいなやつやってて、いやー、それいいなと思って、俺もちょっとやってみよっかな。うん、でも最近はね、ちょっとプールに行ったりしてます。プールでちょっと、なんか俺自由に話しすぎたな。俺 YouTube をですね、語るのは、なかなかないんで、まあ生放送でぜひですね、
生放送では結構話すんですよ、僕 YouTube にことについては。はい、なんでぜひ皆さん生放送に来てですね、僕と一緒に語りましょう。ということで皆さんのですね、最近見てる YouTuber とかですね、コメントにぜひ書いてください。ぜひ僕にも紹介してください。ということで皆さん、それでは YouTube ライフを楽しみましょう。 See you!